フィルムです。今回はマリオストーリー実況プレイやっていきたいと思います。前回は、ヘイホーのおもちゃ箱の前編をお送りしたので、今回後編やっていきたいと思います。今回、グリーンエッグからのスタートですね。今回どこから行ったらいいんだろう？ちょっと聞こう。まあ、基本的には、そうなんですよね。あ、釣り抜きを使えってことですね。わかりました。なんだこのおもちゃ箱。まあ、後で。まあ、なんかしら掴んだら、今は、スルーで行きましょう。もはやセーフすら与えられないカメックババ。早い早い早い。はい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 。コインを欲しい、コインを欲しい。世の中金がすべてやでー。よいしょ。おう。これは無理か。ここすり抜けしないと無理ってことか。なんだかんだ、来てくれてありがとう、レッサー、お嬢様。レッサーは、あんまり戦隊攻撃技がないんでね。読めないメモ、ほう。なんじゃこりゃ。一旦するし、わい。いやー。てか、これは？あ、多分、パレッタかな？で、同じぐらいになったら、いやー。まあ、でも、コインは欲しいからな。これ。で、OK か。ここか。フレッシュジュースからの辞書。これ、わざわざ、ここまで来て隠したってこと？なんかある。よっしゃ、滑り込み。星のかけらか。から飛び降りたりする？しないか。これ一回やってみようか。嫌な予感しかしないな。なるほど。逃げましょう。ここだったよね、辞書。へぇ。情報ソース、ほぉ。はじめまして。
あー、まず、まあ、でもちょっとね、まあ、本来辞書からの読めないメモだと思うんですけど、はい、一応返しまーす。じゃあ、それやったら、もう自分で辞書調べて読んだ方がよくないかい？黄色、緑、赤、青。黄色、緑、赤、青か。ました。黄色緑赤青だったよね。ああなるほど、そういうことか。OK、 これで次のステージに行けるようになるってことか。じゃあ次最高な赤。あ、乗りたいでーす。レッド、ブルー、ピンク。戦隊もん。あと、ブラックがいれば完璧。あー、でもブラック兵法いたもんな。じゃあもう揃ってるじゃん。とりあえずセーブしよう。お、回復があるってことはもう、まあ、ゴール近いね。あー、星のせいですね。行きましょう。まあゴール近いね。まずこっち行こうかな。よいしょ。あ、なるほど。あ、これ最後でしょう。落ちたなんか、うわあ。ランクアップか。やっとパレッタをランクアップさせられますね。もう郵便物落とした件はこれチャラにしてあげよう。んー、このまま行っていいのかな。なんかありそう。暗いなぁ。何が怖い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 。お化け、あれ迷いの森。いやー、ちょっと逃げたいです。ここ多分いないですよね、星のせい。じゃあ、なんでそんな、なんか明かり持ってんだよ。そうなんですよね、多分あとこれしか攻撃ができない。うおぉ。物知りすらできないっていうね。あー、めんどくせぇ。
いやー、味方も攻撃ボタンか。あー、これも攻撃できるか。 OK、 今のうちに。味方もダメージはきつい。味方もダメージはきついんだ。あ、そっちかよ。さすがに。あ、オッケーオッケー。物知り、使おうか。カンテラくん。ビッグカンテラくん。あ、なるほど。あ、てか、これ、よく考えたら、レザレザの方が良かったんじゃない？そんなことない。仲間チェンジ。で、チェンジしてレサレサピンタで、あ、ほら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 、最初からこっちにすればよかった。ガツンジャンプを食らわせよう。いやー、これレサレサ封じられるのきつい。あ、ミスった。で、交代でレサレサピンタ。まあちょっとミスったけど、まあ十分でしょう。ガツンジャンプを食らわそう。いやまあ通常攻撃で十分だと思うんで。ああ、でもどうだろう。これギリギリ。多分ギリギリ多分ダメージを与えられないので、あー、ギリギリダメージを与えられないってのはきついね。倒しきれない。あー、でももう遅いね。多分これで終わりでしょう。オッケー、あ、これになった。わー、あと1ポイントで、レベルが。うひゃーいで逃げてったけど。なんだろう。ってこと？なんか出てきた。赤ちゃん。あ、どうもどうも。はい。あ、ご存知なんですか？あー、ありがとうございます。あかりん。まあ、おー、よく知ってるなぁ。あ、はーい。なるほど。暗い。まあ確かに、まあなんだかんだ役に立ちそう。で、そうですね。こういったアイテム、隠しブロックあるところもわかるようになります。ミラーのパワー、ほう。
って考えると結構見逃してるアイテムも結構ありそうだね。あれは、壊せってことですね。ピンキーで壊せってことですね。めっちゃおった、めっちゃおった。めっちゃ逃げるやん。なんかある、なんかあるけど。あー、なるほど、そういうことか。まあでも相手いっぱいだからなー。どうしようか、パチポイントあげよう、先に。あ、いらないなー。で、パチポイントあげたから、ああ、なるほど。とりあえずそうだな。内製防御かな。あかり。出番だ。コマいっちゃおうか。お、あー、なるほど、将軍の兵法か。いや、そもそも君たちが先にあのキノコタウンを荒らしてたんですよね。うわ、めちゃ挟まれた。まあハンマーかな。なんかめっちゃ減った。4人ぐらい減った。なんか敵の端でなんかちょっと申し訳ない気持ちになる。なるほど。あ、まあ、いやー、きついきついきつい。ちょっとダメージを食らっちゃったので、あー、どうしようかな。ガツンハンマーでちょっと一気にやっちゃおう。逃げた。追い返されてるやん。逃げてんじゃねえって言われてるやん。お、直接来たね。なんだい？なんだ。なんか来た、なんか来た。どうしよっかなー。パワーブロックとか。ただアイテム使おうかな。メイプハニーキノコ S。 いや、レサレサで。
ケー。あれとは。おー、おー、どんどん使っていこう。あ、マジか、これで倒せないのか。いやー、攻撃アイテム、雪やコンコン、使おう。もうどんどん使っていこう。打診を伏見してもしゃあないんでね。情報見よう。このシリあなんか褒めてんのかデスってんのかよくわからん。防御力結構高いね。まあ確かに。防御力ってことは貫きかな。いやー、戦いとかそういうもんよ。あー、味方も攻撃ボタンか。意外とダメージが食らうね。キノコソテー作ってもらったやつを食ってこう。よっしゃ、貫いていこう。僕は2位があるので、クリオじゃちょっとダメージを与えられないってことで、アカリンですね。アカリンの攻撃は通常攻撃で、防御力を貫通したダメージを与えられます。で、専用セリフが出るんですよ。そうか。アカリンだと電撃の攻撃がそもそも無効なのか。多分あともう2ターンぐらいで倒せそうですね。あ、2ターンじゃ無理か。貫いて、あ、ギリギリ倒せないのか。もう普通の販売多分いけるでしょ。あ、そんな感じで壊れるんや。イエーイ。よっしゃー。まあ確かに結構、ありがたかったよ。ありがとう。
しょう。で、今回は、どうしようかな。ここで終わりにしようかな。今回ちょっと短めの動画になるとは思うんですけど、ちょっとカット対応するんで。で、なので、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは。